どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回はですね、桃太郎電鉄2017プレイしていきたいと思います。いやだから、ね、年に数回ね、桃鉄がねやりたい周期が来るんですよ。それがね今日ということで、早速やっていきたいと思います。今日は3年決戦でやっていきたいと思います。もちろんですね、対戦相手は佐久間鉄人2名。はいはい、3年決戦なので国からの援助金は1億円もらえます。お、そして急行周遊カードとぶっ飛びカードをもらえるんですね。はい、最初の目的地、えい、あ、仙台ね、割と近いね、東京スタートだから。もういきなり使うんだ、いきなり使うんだ。でもこれはざまだねさあ、じゃあ私を使っていこう。仙台まで19マス。こいこい。これも、これもざまな結果だな。いやー、これは進んでいこう。うん。買います。1億円でしょ？ちょっと待って、ネギ畑とかちょっと高すぎへん、これ。ちょっとやめとくわ。まだやめとくわ。まあ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 、みんな同じぐらいね、うん、あ、サミットカード引いてるね。まあ、3年決戦だからどうだろう。でも物件いっぱい買ってった方がいいのかな。おお、結構進んだやん、結構進んだやん。しかし赤マス、よし、あと15マス、よいしょ。お、いいんじゃないですかこれ。2、1、駅、さあ、ナス、何が買える？お、いいじゃん、釜飯屋と、これ、土地を止め、土地、いや、でも、どうだろう、迷うな、お金なくなっちゃうな。土地を止め、いやー、ちょっとこれやめとくわ。土地を止めやめときます。釜飯屋だけにしとく。まだね、いい駅が出てくるかもしれないから。あ、これ今、私が一番好調なんじゃないの？さあ、6月でございます。まあ、夏になればなるほど、青マスに泊まると収益が多くなるといった効果がありますね。さあ、あと8マス仙台まで。OK、さすがにそれドンピシャで行かれたらちょっとびっくりするわ。使っていきましょう。よいしょ !7! お、わー、これは、あ、こっちから行けたりするんじゃないの？そうでもない？ちょっと待って。行けるかな？行けるから行けないじゃん。ここは、あ、めっちゃいいやん。よかった、お金貯めといて。松島に行こう。これまとめ買いでしょ。やった、独占です。イェーイ。いや、あとは仙台に泊まるだけ。あとは仙台に泊まるだけ。そこ、ナスを私がね、釜飯を買ってやるから。さあ、ちょっとこの仙台の周りが赤マスばっかっていうのがちょっと怖いけどね。おっと、危ない。あ、これぐるっと回ったら止まれる可能性があるってことか。ねえ、急行周遊カードは残しておきたいんだよね。何マスなんだ、仙台までが。2マスっていう情報しか出てこないのか。ぐるっと回ったら何マスとかないのかな。いや、もうこれは、2! 残念。いや、でも回ったらいけるかもしれんよ。ちょっと待って、いけるかな、しようか。いや、いけないじゃん。いけないじゃん。郡山。お、まんじゅう屋悪くないよ。いいわけは？メヒカリ料理屋。メヒカリって何？収益率が 50%。いや、これまんじゅう、薄皮まんじゅう屋の方がいいじゃん。よし。買いましょう。買っていきましょう。決算で帰ってくるので。いやー、これちょっと仙台ゴールきつそう。いやー。回って、いや、誰も止まれないね。さあ、8月です。もうそろそろゴールしてくる人出そうやけど、あー、危ないあと4マス、よいしょ。嘘、これも赤マス嫌やから福島に止まりましょう。高い高いよ。
福島ってガラス繊維工場とか有名なんだ。200億とか買えないけどね。多分3年で買えないよね、200億は。いやー、これゴールされるんじゃないの。されちゃった、されちゃった。貧乏神ってまだ出てこないのか。1年目は3年決戦は出てくるのかな。ばばばばば、貧乏神って、これ速攻移していきたい。これは速攻移していこう。これ次の目的地がどっちになるからね。札幌、いいですね、北ですね。これ移し合いっ子が発生する可能性があるよ。うわあ、ここはいきなり大きな資産をつかまれてしまった。怖いのがね、急行周遊カードが切れてしまうかもしれない。いや、それずるいわ。逃げる姿勢ずるいよ、それ。ちょっと待って。いいよ、いしょ。オッケーオッケー、移していける。移していくスタイル。3、2、花巻。おお、ここもギリギリ1000まで買えるんだけど。お金が9月か。ちょっとね、カードも買えなくなるけども、しょうがない、物件買っておこう。3年決戦だし。いや、これまた私が移される流れでしょ、これ。ほらね。いや、ちょっとお金がないし、ちょっと。移し合いっ子で、これ札幌行ってしまいそうだな。さすがにまだ使える。オッケー、行こう行こう。ほい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 。うわ、赤マス止まりたくない。こっち、よいしょ。新幹線がある、これありがたい。これついてるね。新幹線使っちゃおう。次、うーい。まあでも次移せるから、私多分新幹線カードでね。札幌まであと22マスか。それはもう新幹線で追いつけるでしょう。使おう。うわ、急行周遊カードが、そしてもうない。 OK。 4321、 カード、なんか欲しい。ちょっと目押しできるかな。急行周遊カードとか。今テレポートカードか。まあ悪くないよ。札幌の後がね、何になるか分かんないから。うわっ、わっ、何それ、めっちゃ高い武器今買ってやん、この人。さあ12月、嫌なの後ろにいるんだよ。よしよしよし、それでは映らない。オッケー、もう逃げていこう。あと13松でしょ。よいしょ。わあ、こういう時に2とかしか出んとか嫌やな。まあ、カード駅。特急系のカードがいいです。よいしょ。救護カード。ないよりマシ。オッケー。この人絶対貧乏神ついちゃうでしょ。うわ、封印カードだって。意地悪されたらどうしよう。オッケー、これで私は貧乏神はつかない。隣の芝生カード、なるほど。うわ、やったね。人の不幸を喜んでいくスタイル、これはいいぞ。あと9マスか。なんかやられる前にこれ使ってしまおうか。急行カード、いいよ、いしょ。あ、これ9出てるやん。え、ドンピシャやで。ほら、なんと、イエーイ。これいいんじゃない。これ優勝できるかもしれないよ。1年目はこれ確実に私がもらったでしょう。やったね、5億。
さあ、カタカナの佐久間に貧乏神がついた。今更やけど名前もちょっと変えとけよかったな。次はよいしょ、帯広、北海道か。まあ私一番近いけどね、高いよ。まあ、2億のジンギスカン鍋屋とか買っちゃおうか。ちくわパン屋すごくない？収益率 100% だよ。イエーイ。ちょっとカード買いたい。カード駅でカード買いたい。お払いカードね。うん。よし。このまま帯広ももらいたいけど、ちょっとね、カード駅に泊まりたいですよ、私。おお、なになに、はっ、生ハーゲンだって。これ絶対悪いやつでしょ。これ味方じゃないやつの方へね、確か。これついてくるやつだ。私んとこ来ないで、来ないでよ。そう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 、うわー、2匹ついとったで、今。ちょ、カード、お、カード駅あるじゃん、目の前に。よいしょ。いやー、止まれないな、さすがに止まれないな。後ろは、いやー、ちょっと寄り道やめようか。進もう、こっち。やっぱ冬だからね、収益が少ないんですよ。カード買いたい。オッケー、調子悪いじゃん、ちょっと。カタカナの佐久間さん。おぉ。怖い怖い、貧乏神。あと7マスか。テレポートカードとぶっ飛びカード持ってるからね。さあ、生ハゲン、何するんだ。新幹線カード使った？どこ行くの？何、どこ行くの？うん、身ぐるみ入ってある。うわうわうわ、最悪やんこれ。危ない危ない。わあ、ちょっと秋田に近づかんように気をつけんと。さあ、カード駅、あ、これ止まれるんじゃない。あ、嘘嘘だ、ちょっと待って、いけるかな。いやー、でもやっぱね、ゴールから離れるのは良くない気がするんだよな、今の状況で。きついきついきつい。1億とかあるんけど、ちょっと待って、せいぜい6000万ぐらい。いやー、無駄金を使ってしまった。え、嘘でしょ、やめなさいよそれ。ちょっとそれやめて、本当にやばい。やべ、あれ？あ、そうだ、私も連れてかれるよね。私だけそんなね、呼ばれないなんてことはないよね。これはやだ。これはやだ。私カードないよ、特急系の。さあ、ここで決算。いや、もう生ハーゲンも怖いしな。ここはでも私1位でしょう。はい、私です、やりました。うん、宗師さん、私でしょう。うわー、でもカタカナの佐久間も結構持ってるんだな。ちょっと待って、誰につくのこれ。のぞみカード使った、これ誰につく。私はやめてください。いや、めっちゃ回っとる、めっちゃ回っとる。よかったよかった。ベタつきされんと生ハゲンにはなんかやられんのか。ぶっ飛びカード使いたいぐらいやけど、どこ飛ぶか分からんからな。やった、6引けてんけど。6引けた、これは。もう素直に上に逃げた方がいいな。危ない危ない危ない。もう、特急系カード。よいしょ。OK、急行カードないよりマシ。これちょっと映し合いっこになってるね、これ。
さあこれね、これが誰に、あ、よかったよかった、勝った、任期が終了したわけね。うわばばばばば、何ずるい、それ私についてんじゃん。いや使うよ。あれ、ちょ待って、どこ行った。やばい、こんなの連れて行きたくない。私が先頭なんだ、ずるずる、え、ずるいんやけど。そっちにつくのね。なんか買っとくか、ついでに。三沢。あ、いや、でもこれで特急カードも何もなしにゴールから離れてしまったっていうのが怖いんやけど。うわわわわ、ずるいずるいずるい、それ。あ、独占しないんだ。これでね、行かれてしまうのが辛いな。うわ、ずるいずるいずるい、こっち来ないでよ。うわわわわ、ちょっと待って、私映されたよね、今映されたね。やばい、あ、カード駅止まれない、止まれない。うわ、でも進んどかんと。でこれさ、試合っ子でさ、次なんかさ、あの急行周遊カードみたいなの使われたらさ、私これ貧乏神もっと追いかけるっていう一番嫌なパターンになるんじゃないの。ちょっと戻ってきてよ、ずるいよ。あ、なにこれ、え、ずるいずるいんやが、あの人。逆にゴールしてほしいわ、ここまで来たら。いやー、これつらいなー。使うよね、私。六田さんとも無理やん、六田さんと。いい、オッケー、ドンピシャじゃないこれ。あ、ドンピシャじゃないわ。ちょ待って、ちょ待って、カード駅いけるんちゃうんか。いけんのか。カード買いたいんやけど、でもこれ貧乏神の方が怖いな。オッケーオッケー、ここで何か引ければ。急行周遊カード、ほい。封印カードか。帰ってきた、ちょっと。うわ、お金をゲットしてるわけね。え、これじゃあさ、この後ろにいる、後ろにいる佐久間のさ、急行周遊カードを封印すればいいんじゃないの。おいおいおい、カード使った後もさ、サイコロ振れるよね。うん、使う。オッケー。おばばばばば、しまったー。カード使うとできんのか、ちょっと待って。外れとか嫌ねんけど。4!4! 外れとなんなん？うーわ、めっちゃお金取られる。まだでも赤字にはなっていない。プラス駅すごいね、やっぱ8月。ちょっと抜かれてしまうわ、これ。まさか、あー、封印カード使うとサイコロ振れんくなるのか。ちょっと待って、どんどん離れていく、どんどん離れていく、どんどん離れていく、やばい。待ってー。よいしょ。3。貧乏神にどうせなんか、売られそうやから買っておこう。何をされるか。何？ちょっと嘘でしょ？え、これ私は進めるよね、前に。だってあそこにあるうんちはちょっときつい。誰もそしてまだゴールしないっていうね。
いやまだでもうんちされただけやからマシやから。よいしょ。オッケー、6。うわ、赤マスか、嫌やな。行くしかないかも。うわ、きつい。1億何万は嫌やな。よいしょ。6000万。きつい、きつい。なになに？この川は何？どこそこ？大阪でしょ？あ、淀川じゃない？淀川。オッケー。お、よかった。絶対これ外れてたらなんかされたでしょ。あ、なんだ、私じゃないじゃん。ちょっとここから最後の1年でガクッと離されるっていう流れは嫌だな。でも近づいてきたぞ。ひらがなの佐久間には近づいてきたぞ。カードがないっていうのがね、辛いんですよね。よいしょ。3。しょうがない。もう何、次はなんか売られる。まあね、売られると思ってちょっと買っといた分、運があるから。ちょっと何何何、初めて見た。何、お金くれるんだ。危ない危ない。これちょっと今ゴールされても私はまた貧乏神がつくんだけど。これカードがないっていうのがね、辛いね。みんな何普通に特急用急行持ってるからね。あ、ちょっと戻ってきてくれたの。よいしょ。あ、これで映せるんじゃない。オッケー。ワープ、ワープしないよ、しない。あと8マスゴールまで。あー、疲れたね。でもこれは私にはつかないと。もう沖縄とかにしよう。私ぶっ飛ぶから、もうぶっ飛びカードで。名古屋いいね。もうぶっ飛ぼう。とりあえず貧乏神からは離れたい。レポートも結構魅力的やけどね。危な、ベタ好きで映されるとこやったら危ないな。うわいきなりマイナス8億とか。もうこれはぶっ飛ぼう。南の方へお願いします。そうそう、正解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 。しかし行き過ぎないで、行き過ぎないで、九州まで行かなくていいからね。止まって。嘘でしょ嘘いやー、こっちもこっちで割ときついな。でも私テレポートカード持ってるから、この辺でカードを買って後から飛んでいこう。ゴールに近い人の方に。私お買い物のターンにしよう。これはまだみんなゴールまで時間かかるからね。え、ちょっと待って。あぶらぶらぶら。嘘、サミットカード使われるんじゃん、これ。それはちょっとやだね。カードが買いたい、カードが買いたい。この辺でカードが売っている駅には今は止まれないか。じゃあ物件でも買おうか。ここ高すぎる。ここでいっか。いや絶対次サミットするでしょう。絶対サミットするよ次。どうせ呼ばれるもん。それまでにカード買いたかったけどね。あ、そうだ、でもカード買うお金も残しとかんだな。さあ残り1年だ。 OK。 何、次は何取るの。
サミットガードね。はい。とりあえず今ビリは逃れている状況だが、さあちょっとカード駅止まれるか。止まれない物件駅ばっかりだなこれ。この辺なんかおいどんがいんかった。おいどん熊本の方だったっけ。佐賀もういいや、とりあえず物件買っとこうか。決算近いしねえ、これ3月だもんね。今全部買っちゃえ、帰ってくるから。どうして呼ばれるからな。いやでもサビットで呼ばれたら私も逃げる術がない。オッケー。予想資産はカタカナの佐久間社長が1位と、この1年でいかに挽回できるかっていうか、まあ、そのカタカナにも貧乏神つけるしかないよね。最後の年、はい、現在のトップはカタカナの佐久間電鉄、9億の差がある。はい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 。今年物件多いからね、一番。あ、サミットまだ使わないんだ。何をするつもりだ。いやーここでね、ここでちょっと本当にさっきから何回も言ってるけど、カードが欲しい。私は全然止まれないんだもん、カード駅に。熊本あるじゃん下の方。カード駅止まるから、テレポートカードあるからね。よいしょ、期待カード悪くないよ。名古屋まであと20マスか。もうちょっとあの人が名古屋に近づいたらテレポート使おう。何検証円カードで初めて見たんやけど。いやね、いつテレポートされるか分からんからな。よいしょ。カード。よいしょ。地方へカード。地方へって何？あ、何地方か選べるんか。なるほどね。あ、検証へになってるな、あの人今。え、ちょっと待って、私じゃ地方へカードみたいなの使って、名古屋に飛んでもいいんじゃないの？中部地方みたいなの選んで。でもなー、なんかサミット持ってるからなっていうのがあるよね。お、占領箱とか、スラッキーすぎるでしょ。え？しかしちょっと待って、え、あーこれ一番嫌なやつね。うん、やったね。サミットカードが割れたぞ。もう怖いもんないじゃん。私地方へカード使おうよ。どの地方行きますか。中部かな。中部でいいよね。ドンピシャでもいいよ。え、それ中部じゃないじゃん。え、中部なの？北陸じゃないの？北陸じゃないのこれ今の。いや、これ名古屋。名古屋でゴールしたらワンチャン1位あるよ。おうんちされてる。OK。2。しょうがないこれは。1億9000。悪くない。あと19マスか。でもすっごい検証円長いな。チャンスはある。なに？これ見返る？え？ずるいやん。え？サミットカードとか授けんくていいから。これずるいやん。え？
すずり地方カード残しとけばよかった、地方カード残しとけばよかった、それはずるいってば。いやそれマジでずるい、逃げられんし、そこんちあったら。ちょっと私についたし、いやーちょっと待って、いやもう名古屋にゴールするっていうよりもいかに貧乏神から逃げるかが大事になってくるな。これ誰？ずるいよそれ、強運すぎでしょ。あ、地方へカードまだ持ってる。でも私には貧乏神がついてる、ないね、ついてないね私今。おっしゃ、チューブ、これめっちゃいいや、何回使えるのこの地方へカード。行きましょう。ついてないよね。オッケーオッケーオッケー。北陸じゃなくて本当に中部エリアに頼む。そこばっかりやん。さっきから。九州カードね。あれ貧乏神つけたまま行くの？これあるよ。これあるよ。キングボンビーになっちゃえ。キングボンビーになってしまえ。さあこれで、これでね、ちょっとあの貧乏神がなんとかなってくれればいいんやけど。お、カタカナの佐久間電鉄が所有するか。いやとりあえず貧乏神にちょっと荒らされてほしいな。え、なに？ミカエルになるんでしょどうせ。強運すぎるってば。え、5億ってそれだけで、ちょっと待って。それで資産1はずるすぎますよ。それは。さあ、キングボンビーになり、キングボンビーに。あれ、後ろ行った。あ、写しに行くのか。お前、賢いなぁ。賢いよー。さすがにミカエル通じたら資産1位になっちゃうからね。あ、ここで私が名古屋にゴールできれば。あ、あ、次ドンピシャつけた？わわわわわ、それずるいってば。お、いやもうしょうがない、もうこれは向かっていこう。今10月か。貧乏神がついてる状態で、あのお互い写しやっこしてるわけで、うんー、これ私先にゴールした方がいいんかな。2人が貧乏神がついてどうにかなってほしいんだけど。オッケー、マイナス8億円。ミカエル強いよ、ミカエル強いから。あと14マスか。まあ、地味にこう福井とかね買っていこう。恐竜博物館あったっけな福井、そんなん。ぶっ飛んだ、逃げましたね、逃げましたね。あなた沖縄行ってまし、行ってしまえ、沖縄に行ってしまえ。オッケー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 、まあ、四国、まあ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 、私があと13マスか。12月、いやーこれちょっと名古屋ゴールできれば1位がある、1位があるかもしれない。さあ、まあ、あとミカエルと貧乏神のバトルだな。うわー、ずるい、それずるいわ。あと13マス、 OK、 どんどん近づいてくる名古屋。あ、これカード買えるやん、カード買うか、買おう。3億する特急周遊カードとイエローカード、いやこれなぜ今
こんなゲー買ってしまったかっていうと、これは3年決戦を引き延ばしてプレイする可能性も考えて買っておきました。さあこれはちょっと特急自由カードで名古屋にゴールしたい。あと9マスか、いけるかな。でも行くしかないよね。キングボンビーになりなさいよ。もうお客ミカエルいなくなった。さあじゃあちょっと吸収カード、さあどうだ、これで名古屋に行けるかな。名古屋はあ、いけない。こっちよりはこっちの方がいいかな。まあでもこの辺ぐるぐる回ってたらいけそう。1月か、あと2ターンの間にゴールしたい。3年目だから結構名古屋にゴールしても結構いい収益がもらえそうな気がするんだよね。さあ問題はちょっとミカエルの残していった資産がここでこのねリモガミの手によってなくなってしまえばいいと思ってるわけですよ私は。え、何？折り返し運転ね。金銭的なとこ行ってほしいんやけどな。何？次は記念仙人や。10回目の貧乏神。ちょっと待って、そういうさ、そういうNPC からの心づけで1位になるとかほんとやめてほしいんだけど。よいしょ。さあこれどうや。いけへん。ダメじゃん、いけないじゃん。いやちょっと待って、この辺回っとこう。あ、いけるじゃん。嘘つき、いけるじゃん。何、いけるかな。嘘つきじゃん。イエーイいけたじゃん。え、いけるかなってそういう嘘もつくの、どういうものさあこれでいくらもらえるか。6億、 OK。 もうこれで決算だな。でも多分目的地に駒がねつくことはなく決算でも特急周遊カードを持っている。高いわ名古屋。もうあれだな、最後、次が最後だから次は特急周遊カード使って一番買い漁れる駅に泊まる、それで勝負だ。さあこれ多分最後のターン。ここは誰が買っている。うわめっちゃお金持って、貧乏神ついてるくせにお金持ってるからね、それはずるい。じゃあこれ最後で、でもよいしょ。さあちょっとここに信用ならいけるかな。どこがいいんだろう、この近江八幡とかは微妙だな。もっといっぱい独占できるような買えるような駅場があればいいんだけどな。ああないのか、待ってね。近江八幡、ここは豊橋、しょうがない。もうここに移動してここ買おうか。買えるだけ買ってしまう。はい、さあこれもこれで、これでもうあとは祈るだけ。もうずるいよ。え、カードあげなきゃいけないやつか。淡路シンクレだ、ありがとうねいい人だ。さあそれでは優勝者の発表です。
40分ぐらいかな、30分ぐらいか、3、40分でここまで来れたね。ゆっくり発表してもいいですよ。はい。いや、どうだろう、結構ね、いや、私結構自信あるんだけど、で、現金持ってるのはひらがなの佐久間だからね。さあ、私若い列車ですよ。さあ、一番最初にこれひらがなの佐久間が青い列車、一番最初にこの青い列車が脱落してくれればいいんだけどな。さあ、この謎の怪獣にやられてしまうのは誰だ。青色、青色やられろ、青色やられろ。あれ、当たんない、嘘。どっちどっち、誰外れてる？あれ外れたの？ちょっとこれ分からんな。さあ、天の城にはなんだ、アワビか。オッケー、青色じゃない？青色じゃない、これ。黄色だ。ひー、ちょっと待って、あんなに貧乏神がついたのにミカエルの恩恵でこれ勝っちゃうんじゃないの。大丈夫これ、青色。来た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 、ナマハゲです。でも私順当に頑張ってきましたよ。あ、嘘、こんなのってある？だってそんなん見返るやん、これ。ある意味優勝見返るやから。嘘でしょ。嘘、こんなん見返るやん。もうずっと貧乏神ついてたのに、あなたさ、うわぁ、3億ぐらい差があったのか。いやー、これでもね、うん、これ3年決戦じゃなかったら私これダントツやったな。はい、ということで今回は桃太郎伝説2017プレイしていきました。いや、でもね、本当にね、でも佐久間鉄人というよりミカエルが強かったね。で、本当にこれだけを言わせてほしいのが、あと1年あったら買ってたわ。またね、桃鉄やりたくなる周期が来たらプレイしていきたいと思います。はい、ということで最後までお付き合いどうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。